アーネスト・ゲルナー。アーネスト・ゲルナーは歴史学者、哲学者、社会人類学者、ナショナリズムの研究で有名。パリでユダヤ人の家族に生まれる。生誕後、すぐにプラハに移り、そこで育つ。1939年、家族と共にイギリスに亡命。これは前年1938年のミュンヘン協定により、 ズデーテン地方がドイツに活用され、ナチスドイツのものになったためである。1945年から1946年にかけて短期間プラハに戻り、カレル大学で学ぶ。ここでフッサールの弟子でもあったヤンパトチカの指導を受ける。パトチカは東側世界に残った数少ないフッサール文下生の一人であった。イギリスに戻るとオックスフォード大学で、 社会人類学を学ぶとともに、ロンドンスクールオブエコノミクスで政治学も勉強した。エディンバラ大学、ロンドンスクールオブエコノミクス、ケンブリッジ大学で教鞭をとり、1993年から、プラハにある中央ヨーロッパ大学ナショナリズム研究センター所長として研究を続けた。民族とナショナリズムは産業社会の勃興と国民形成の関連性を指摘し、 ベネディクト・アンダーソン、創造の共同体やエリック・ホブズ・ボームほか編、伝統の創造と並んで、ナショナリズム研究における近代主義アプローチを代表する著作として知られる。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス時代の教え子である、アントニー・ディ・スミスの博士論文は、民族とナショナリズムに対する反駁でもあった。ありがとうございます。